際ゲームス馬娘プリティダービー。どうもノッチン TV です。馬娘動画やっていきたいと思います。トレーナーさん、こんにちは。ちょっと調子合わせなさいよ、他の子が見てるでしょ。はい、ダイワスカーレットちゃん、こんにちは。ということで今回の動画はこちら、アストンマーちゃんについて、さらにちょっとね深掘りしたい点があったので、アストンマーちゃん動画やっていきます。でまずですね、アストンマーちゃん、こちら、初登場の育成馬娘ということで明日ガチャが来ます。性能解説などについては明日ですね、最速でお届けしますので、ぜひともチャンネル登録や高評価をして明日の動画も見てみてください。で注目点としてはね、このマーちゃん人形がいるよとかね、そういうところとか、あとね今回の動画では勝負服についてもちょっとね、深掘りしていきたいと思います。まあ、今回ですね、まあ、阪神ジュベナイルフィリーズにも出ているアストンマーちゃん、阪神戦6で強いのかとかちょっと気になってはいるんですけども、明日もね、お楽しみという感じです。ちなみにですが、今回のガチャについてはこのねヤバすぎサポートカードガチャも来てくるんで、まあちょっとここについても動画で言っていますので、まあ、前日時点でのねまーちゃんの動画こちらもあるんで、お時間ある方ぜひとも見てみてください。はい、ということでアストンマーちゃん深掘りという感じで、ちょっと BGM をチェンジしてこちらご覧ください。それではいきます。東海帝王さんご感想まで3、2。ひんやり冷たくて美味しい。学校の購買部に置いてほしいくらいだよ。おるおる。これはちょっとアストンマーちゃん登場シーンをまとめてます。朝のランニングで使う子が多いよ。空気が美味しくっていい気分転換になるんだよね。せっかくだしちょっとだけ走ってこようかな。君たちも僕の走るカット欲しいでしょ。手を振るまーちゃん可愛いな。なわけで次のライブは絶対見に来てよね。え、なんでみんなポカンとしてるの。なあ、あれってまーちゃんじゃね。あら、本当って待って、あの子なんだか撮影に映り込んでない。映り込みすぎだろ。え、ずっとついてきてた。うそ、なんで。お構いなくです。いやいやいや、お構いしちゃうよ。お構いしちゃうよ。すみません、うちの生徒がお邪魔しちゃってたみたいで。まーちゃん、勝手に映り込んじゃ迷惑よ。行きましょう。なるほど、そうなんですね。では今日のまーちゃんはここまでです。しょんぼりすんなよ、代わりにあっちで写真たっぷり撮ってやるからさ。写真、それはいい提案ですね。と皆さん、まーちゃんのこと覚えてくれましたか。明日も明後日も100年先もあなたの心の隅っこにアストンマーちゃん、どうぞよろしくです。100年先って、おい早くしなきゃ優等生様がお怒りだぜって用が。はーい、アストンマーちゃんでした。またね。はあ、まったくもう。はい、こんな感じですね。アストンマーちゃんがめちゃくちゃ映り込んでいるっていうのがあったりします。これがですね、馬娘の、アプリ内にもねあるものです。アストンマーちゃん登場シーンおさらいでした。いや、こんな感じでアストンマーちゃんめちゃくちゃ映り込みがすごいんですけども、これですね、まあ、この、スプリンターズステークスのねイラストでもこういう風にねカメラ目線だったり映り込みシーンみたいなのが他にもあったりしてね、映りたがり馬娘となっております。で、あとはですね、今回ちょっと動画で言いたいところなんですけども、アストンマーちゃんの、まあ、勝負服がね今のあれでは出ていませんでした。
まあ、例えばこれだとね制服シーンとか、あとは、そのジャージのシーンとかはあったんですけども、勝負服どんな感じなのかなってね気になるっていうのがあったりします。はい、なんであとは、ここでもね公式サイトも見ても、勝負服とか原案とかはこういう風に出ていなくて、まあ、CV がね一応あります。ちょっと聞きます。勝つのはまーちゃん、覚えていてね。はい、そんな感じでまーちゃんはですねカメラがあれば寄ってくるみたいな感じ、趣味はボイスメモ録音とかなっていて、あと世界を股にかけるマスコットになることが夢みたいなね、ちょっとカレンちゃん枠とのね競合というかそんな感じもするかなという感じです。いやちょっと皆さん明日のガチャはですねちょっと悩みどころはあるんですけども、ちょっと私的にはまーちゃんもね気になっています。ちょっと性能面もあるしな、結構このね実装早かったりしたっていうところでなんかちょっと強そうな気もしているし、サポカもちょっと強いんで、そういう強いものを出してくるとまたね、まあちょっと言葉を悪にすると集金みたいな感じにもなったりするんで、そういうところでキャラの性能も気になっています。はい、でキャラの方なんですけども、ここでですね、バナーでですねここに勝負服が出ています。でちょっとここがね今回の動画で言いたいところなんですけども、この勝負服ちょっとこっちですね、これ拡大するとですね結構まあ元画像がギザギザなんで、こんな感じかっていうのはあるんですけども、もうちょっと見やすいのを用意しました。はい、でそれがですねこちらドン。はい、でこのままだとちょっと見づらいんで、こういうね画像を見やすくやるやつがあって、それやってみるとこんな感じです。ちょっと見せますね。これすごくない？ちょっとね今娘の公式ツイッターの画像が結構荒かったりするんで、ここをこういう風にね綺麗にするとこんな感じです。はい、これがちょっとアストンマーちゃんの勝負服ちょっとだけ綺麗にしたバージョン、もうちょっとなのサイドというかね鮮やかさっていうのを上げるともうちょっと違ってくると思うんですけども、少し綺麗にして見てみるとこんな感じです。でまあこれね AI とかで、調整してやっているものなんで細部少し変わるんですけども、まあここら辺の、装飾品がもうちょっと赤いかなと思います。でここら辺がもうちょっと赤くなっているのがストンマーちゃんの勝負服で、結構そのね露出は抑えめなのかなと思います。なんで少しここからね今まで勝負服がまだ出てない馬娘ということで、こちら、ちょっとだけ見やすくしたらこうなるよっていうのをお伝えしました。なんかとにかくこの技術がすげえなと思いつつね、こういう感じで勝負服考察っていう風にね、やってたりもしています。はい、ということで皆さん明日のガチャどうでしょうか。ちょっとねまあこういう風に勝負服はこんな感じだよっていう動画だったんですけども、明日ねサポカの方もあるし、ちょっとサポカも、まあそのね動画は出そうと思ってるんですけども、まあそうだな、なんかねファインモーション持ってるか次第もありそうなんだよね。あとジュエルがねまーちゃんも引くとしたらジュエルもねという感じなんですけども、まあとりあえずね明日の性能にも期待しているので、皆さんまあ明日もですね、まあ、昼暇な方は生放送しますのでそちらも見てみてください。で明日ね、夜にもね攻略動画あげますのでそちらも見てみてください。ということでのっちTVでした。最後までご視聴ありがとうございました。よければ動画高評価チャンネル登録よろしくお願いします。また次の馬娘動画でお会いしましょう。のっちTVでした。またな、バイバイ。